チャンス。皆さんこんばんは、野球 YouTuber のもこです。チャンネル翔です。今日はですね、皆さんこちらをご覧ください。これね、ローリングスのハイパーマッハ S というね、今年の、ね、11月に発売されるローリングスのバットです。しかも、来年からね、あのボールが変わるんですが、MQ 対応の、バットとなっております。先日ね、ちょっとクーニーさんがあの紹介したみたいなんですけど、その時に、中距離バッター用って紹介されてたんですよ。でも僕はね、そんなバット、このバットもう見た感じね、長距離砲でも使えると思うんですよ。それをね、僕がね、今日はね、あのロングティーでね、検証したいと思いますんで、ぜひ皆さん、動画をご覧ください。よろしく。はい、それでは新軟式ボール MQ でロングティーをやっていきます。本日こちらの球場は愛知県豊橋市にあります東田球場、左、左翼右翼 91m、 バックスクリーンは 110m の球場です。 MQ がね、6球しかないというちょっと限られた、中でですね、ロングティーやるんですが、1、2球目、こちらの3球目とギリギリ外野のフェンス手前だと。やっぱりね、あのバットの、ボールがね、非常に弾きがいい印象がありました。そして4球目、この打球です。スタンドインと非常にね、いい感じで弾道も上がりまして、ちょっとね、本気出しました。はい、違うアングルで見ていきましょう。この弾道です。まるでね、公式ボールを打ってるかのような、ボールがね、あまりね、落ちてこないですね。そして続いて5球目、こちらもこのスイング、こちらはフェンスギリギリ、オーバーフェンス、2球連続でオーバーフェンスしました。違うアングルで、ちょっとね、カメラのピントが合ってないんですが、まあなかなかいい弾道だと思います。そして最後ラスト、6球目、なんとしても3打席連続パス飛ばしたい。行け行け向こう、カキーン。弾道が低いぞ、弾道が低いぞ。この打球は見上げた遥か上空、スタンドイン。と3球連続でスタンドインをするという、この M 級と M 号級対応バット相性が半端じゃない。いや、やっぱこのね、ハイパーマヘース中距離用って言われてるんですけど、やっぱりね、飛ぶね、飛ぶ、やっぱりね、M 級対応のバットだと非常に硬いし、すごいこう、弾きがいいですね。ぜひね、皆さん、使ってみてください。11月発売です。よろしくお願いします。プレゼント企画、第1弾！皆さん、ご覧ください。このグローブ、畠山の外野用グローブです。しかも、オーダー。見てください。この補給面。そしてこの圧倒的デザイン、かっこよくないですかこれ。そしてこれだけじゃありません、皆さん、グローブだけで終わるような球じゃないでしょ。僕がね、長年愛用しましたこのアディダスの、これ何、ショルダーバッグ、トートバッグ、トートバッグじゃないか、エナメル、エナメル、エナメルバッグを僕がね、もう5、6年愛用したんで、これをね、皆さんに、プレゼントしたいと思います。畠山の外野用グローブ、そして僕が長年愛用したアディダスのエナメルバッグ、視聴者に1名様にプレゼントします。チャンネル登録、そしてコメント欄に熱いコメントをよろしくお願いします。ありがとうございました。